はい、このバット食でございます。で、本日ね、スマスマ関連ちょっと行きたいと思うんですけど、いや、なんとなくね、雰囲気、今夜の11時半ぐらいなんですけど、ね、先物とかね、結構上がってるんで、明日ちょっともしかすると久しぶりのお祭りになるんかなって思ってるんですけど、まあどうすかね、今のところね、先物も7%ぐらい上がってますし、もう頼むからね、もうパウエルとか余計な一言をね、言わないでほしいんですけれども。はい。というわけでね、まあ、まずここからなんですけどね。ちょっと私見間違ったかわかんないですけど、パチンコパチスト関連、夜、帰りのね、ちょっと電車に乗ってた時はね、テーマで結構下の方に行ってたんですよ。二十何位とかだったんで、ちょっとね、いいなと思ったんですけど。ちょっと今9番目ぐらいにね、言ってます。まあ、ただね、直近でね、トップ3圏内だったんで、まあ、これね、個人的にこっちの方がいいと思ってて、今が仕込み時じゃないかなと思ってます。まあ、こっからがね、おそらく第2章突入かどうかっていうところの、はい。なので、まあ、いいんじゃないかなと思うんですけど。で、まあ、気になるのはね、このダイヤモンド。なんか急に入ってきてて、まあ、2、3日前だったかな。なんかのね、記事でちょっと流れてたんですけど、はい、ダイヤモンドと半導体。ダイヤモンド半導体っていうことだと、まあ、住関ホールディングとか EDP とか、まあ、この通りですよね。はい。まあね、ちょっとこのあたりも抑えていったら面白いかもしれないですけど。まあ、今はね、とはいえ、スマスロー以外だともう人工知能ですね。またここもね、ちょっと1銘柄、明日の大穴としてね、最後の方にちょっと行くんで、まあ、そこだけ聞きたい方はね、ぜひスキップして最後に行っていただければと思います。はい。まあ、まず見ていきたいのはここですね。今日ね、嬉しい感じにね、裏切られちゃったんですよね、アクセルちゃん。はい。もう、ここはね、あれですよね、チャートね、もうこれね、もう初っ端からね、これ怪しかったんですよね、もう。え、なんでギャップダウンっていうところで、これもうラッキーのラッキーですよ。かなり優しい感じだと思いました。もう投げさせてっていう感じで。多分これギャップアップだったら、あんまり良くなかった。ギャップダウンだったからこそここまでいったんかなと思ってます。で、ね、まさかね、アクセルの IR の人、すごいっすね。本当に。私ね、ちょっと、このあたりでね、この辺りだ。そうそうそう。11時半。5番のね、11過ぎたぐらいからちょっとね、スライスで売ってたんですよ。まあ、十何パー上がったらいいかなと思ってたんですけど、まさかのまさかっすよね。いや、もうこれほんとね、嬉しいっていうか結構待ち望んでたんですけど、ここっすよね。出しましたね。はい。ネドのやつ。完全自動運転。いや、これはね、いいニュースかなと思ってまして。よ、あの、まあ、アクセルといえばね、ティア4とかと自動運転とかで、はい、やったりしてて、その他の事業もね、売上の5%しかないんですけど、まあ、今後伸ばしていくというところでね、もう一個カタリストができたというところで、来期のね、ガイダンス、まあ、まだそこまで売上としてどうかってあるんですけど、これはね、結構一本いいニュース。個人的にはようやく待ち望んだニュースが来たかなと。で、来期はまあ、スマスロがね、やっぱりまだまだ多分伸びてくるだろうというところのガイダンスと、こっちの自動運転のね、ところがね、ぐいぐい伸びてきたら、まあ、どっかのタイミングでこの特需落ちてくるんで、その時にこっちの方が花開いてるかどうかって感じですよね。まあ、ただね、本当にね、これはいい、今日のいいニュースかなと思ってました。で、アクセルのね、傾向としては、ちょっと何回も言ってたんですけど、結構ね、グインと上がったらね、下がるんですよね。で、またグインって上がる。そういう傾向あったんですけど、ちょっと今日のはね、強すぎたんで、明日もね、この試合だと続きそうかなとは思ってるんですけど、
結構ね、下げるとだらだら下げちゃう傾向があるんで、そこだけはね、ちょっと要注意のところで、まあ、きっちりね、売り上がっていくってことも、結構重要なところかなと思ってます。が、ただね、アクセル結構入りやすいんですよね。本当に、こんな感じで、一度ね、もう火がつくとフルスロットルいっちゃうんで、アクセル。そこだけがね、癖があるんですけど、まあね、本当にね、もう、ラブ、アクセルというところで、ようやくね、本命銘柄として押してたところが、一本ニュース出たんで、ちょっと嬉しかったなっていうところはあります。はい。で、このニュースを見てね、ピンとすぐ来たのが DMP どうなんだというところで、ちょっとね、ニュース、アクセルね、売ってまたちょっと、難品に入ったんですよね。で、その時にね、ちょっと調べてて、そういえばチップ関連、自動運転関連で確か DMP もやってたよな、というところでね、あとちょっとツイッターの方にもね、あげたんですけど、やっぱね、一本あったんですよね。ネドで。はい。で、そこにね、アクセルと、まあ、DMP と、あと何社買ったんですけど。やっぱね、DMP のね、やっぱいいところは、やっぱ、株主なんですよね。やっぱ、レスターホールディングスってところがね、ここがね、やっぱり、その採択企業として5社あって、もう1社もね、確かレスターがね、資金を提供してたんで、やっぱそういったつながりがあるかなっていうところと、やっぱりアクセルと DMP って若干ちょっとね、同じような形で、で、しかもね、業界とも一緒なのでね、やっぱそういったつながりがあって、まあそれをなんかレスターホールディングス、まあここがなんかつなげてんじゃないかなと。いうようなところもね、ちょっと勝手にね、妄想したりしてて、はい、やってたんですけど。まあ、ただね、DMP もね、そういった思惑っていうところはあるので、個人的にはね、ちょっとこの押し目のところはね、拾ってても、もちろんね、下に行くリスクもありますよ。あるんですけど、今、この75日がね、サポートとして機能しているかなと思ってて、こっからまた、グイーンとね、反発は、あるかなと、思ってみてます。というのとね、あと DMP に関しては、まあ、情報修正も出してないんですよね。まあ、多分ね、出しにくいと思うんですよ。これ黒点なので。で、実際に黒点かどうかってところもあれなんですけど、ここでも、情報修正の黒点だったら、結構いいニュースになるんじゃないかなとは思ってまして。なんか今それを買い集めてるのかどうかなってところもあるんですけど、で、実は DMP のね、払う状況。期間の方もね、まあこれも、板が薄かったりとか、出来高が少ないなんとも言えないんですけど、微妙にね、買い物仕掛けてるんですよね。まあ、数千株とかなんですけど。まあそういったところはいいかなとは思ってます。で、すいません。ちょっと前後して、アクセルの方もね、2商品の今日貸し株残が2万株ぐらい増えてたんですよ。なんで、位置でちょっと空売りを入れてる人もいるっていうところ。ございます。はい。で、あとはね、今日に関しては、ここっすよね。ここのね、これですよね。2767フィールズのフィリディティ投信。これがね、まあ、若干減らしてたと。いうところで、やっぱなんか本当、これ触ってた人だったらわかると思うんですけど、上値重たかったんですよね、これ。なんかやたら売られるなって思ったんですけど。まあやっぱなるほど、そういったところなのか、というところはあるのとですね。直近でね、またこれ、
期間がね、空売りを仕掛けてきてたんですよね。減らしてんじゃなく、3月20日ぐらいからモルガン、メリル・リンチ、JPM セキュリティーズ、ゴールドマン・サックス、野村とですね、もうオールスターでね、仕掛けてきてるというところでございまして。なのでね、ちょっとなかなかね、上値が重たかったんですけど、もしかするとね、ちょっとこっから軽くなっていくんじゃないかなっていう気もしてましてね。これただね、株価わかりにくいですよね。分割前でこうやってやってるんで。まあ今日とか結構ね、いい感じにいってたんじゃないかなとは思ってまして。で、まあここね、もしかすると、優待取りのね、買いってところもちょっと入ってくるんじゃないかなと思ったりはしてるんですけど。まあ、どうなっていくかなんですけどね。で、今日はね、私がね、結構言ってたマース。ちょっとこのあたりが怪しいんじゃないかって言ってたんですけど、まあ、見事に今、上がってきてて、出来高もね、若干まあ、いい感じにいってるんですよね。で、マースに関しては、やっぱり、大きな買いはいなさそうなんですけど、ただここもね、チャートとしては全然いい感じにいってんじゃないかな、というと、ここでちょっと揉み合ってて、また、上の方まで、まずは3000までは目指していける展開なんじゃないかな、っていうふうに読んでまして、ちょっとね、今日また入りました、マースは。まあ、どうなることやらなんですけど。マースを見れば、見なくちゃいけないのはね、6257の富士商事っすね。富士商事ね、今、個人的に、注目してます。結構ね、足型もいいし、この25日線のところがね、今、サポートになってて、ちょっと、上行きそうな感じもしてるんですよね。なんで富士商事って、歩み値を見るとね、結構やっぱ買ってんすよ。大きいロットで。なんで富士商事はね、ちょっとそういった意味で面白いんです。結構ね、富士商事、本当にね、大きいロットで買う人いるんですよね。なんでちょっとここはね、面白い。かなと思ってます。で、もう一個見るとね、マミヤも見なくちゃと。マミヤはね、売上の50%がまあ遊戯機関連で、まあ、ゲームカード上位個に下ろしているというところでございまして。ここもね、ちょっと足型的にはね、結構好きな感じなんですよね。ちょっとアクセルとかにも似てますよね。チャート的に。で、まあ、1600円は割らないような感じで、うまくコントロールされてるかなと思ってるんですけど。マミヤもね、ちょっと抑えたらいいなと思います。で、これ、富士商事に並んでね、富士商事マースグループに並んで、注目してるのが大泉。泉ちゃんね。泉ちゃんもね、やっぱ、ここはね、75日。ここね、足型好きなんですよね、これ。なんでね、泉ちゃんに関しても、ここはまだまだ、PBR 安いですし、上に行けるんじゃないかなと思ってます。あとね、タイトル名は忘れたんですけど、信頼のね、スロット関連の方もね、販売台数、今年2023年、1月から結構ね、いい感じに前半は行くと思ってるので、ちょっと業績にもね、結構期待を持ってるんじゃないかなともね、読んでます。次はね、6425のユニバーサルなんですけれども、ここはね、まず一つ、空売り状況だけ見ていきたいんですけれども、
実はね、3月22日にゴールドマンサックスが8万2000株ぐらい空売りを増やしてるんですよね。で、今残高数量が133万7000株というところでございまして、まあ結構ね、空売りが溜まってるというところでございます。で、今ね、結構いい反発していい感じにいってるんですけれども、で、まあ今日ね、ニュースも出てましたよね。ユニバーサル。はい。84% 増益に、まあ、情報修正というところで、まあまあね、数字的にはいいんじゃないかなと思ってるんですけれども、これ、ただ、これってどう、いいのか、ちょっと悪いのか、私、ちょっとよくわかってないんですけれども。まあ、この解除した、利益が出てると。いうところでございまして。まあね、情報修正というところで明日は上がっていくんじゃないかなと思いますし、この位置まだ全然安いと思うんですよね、本当に。ユニバーサル。なんだかんだでやっぱりね、スロットはユニバーサルかなと思ってますし、富士商事がね、そうそう、スマスロゴブリンスレイヤー出すんですけど、スペックがね、ほぼゴッドなんですよ。でもやっぱりゴブリンスレイヤーを打つか、ゴッドだったらゴッドを打ちますよね、多分。まあ多分そのくらい人気機種なんで、ユニバーサルに関してはね、拾っておいたらなんかいいことあるんじゃないかな、とは思っております。はい。まあちょっとね、あ、そうだ、あとはミタチっすね。ミタチ産業、今日ね、急激に謎上げだったっすよね。1万株ぐらいのね、蓋を食べたりとか、午前だけで結構なね、盛り上がり、午前のほんと前半す。え、こんな見たち見たことないよっていうぐらい、結構強かったんですよね。で、まあ今日はね、残念ながら上着を残してて感じなんですけど、ただ勢いはね、すごいありましたし、結構大きいロットも、食べてたとこあったので、はい。まあ、ミタチね、ちょっともしかすると第2章来るかなと思ってるんですけど、ちょっとね、わかりにくいかもなんですけど、まあ、出来高がそもそも違ってるんですけど、こんだけ急激に上げたら、若干下がって、まあ、こんな感じにね、波打つ傾向もあるんじゃないかなと思ってまして。はい。まあ、ぜひね、注目してた方がいいかなと思う、ミタチ産業でございます。はい。ではですね、あと、大穴3銘柄なんですけど。まあ、まずはね、これですね、オーウェル。これね、そろそろね、もう一発来てもいいんじゃないかなっていう感じのチャートになってまして。はい。まあ、僕今真下なんですけど、これ解除になったらもしかすると上目指していけるかもしれないんで、はい。ちょっとね、ここは見といてもいいんじゃないかなと思っております。はい。で、あとはですね、はい。で、あとね、個人的にはちょっとね、バイオ銘柄を紹介ってところは、まあ、あんまり好きじゃない。まあ、理由としてはね、やっぱ値動きが激しいんで、上に行くときはね、めちゃくちゃ嬉しいんですけど、下にいたらもうね、ほんと泣きそうなぐらい行っちゃうときあるんで、はい。まあ、本当にね、大穴として抑え、まあ、見ていくだけでも全然いいと思うんですけど、まあ、ちょっとね、抑えて、置いても面白いんじゃないかなと思う。クリングルなんですけど。まあよくね、クリングル。直近の私も注目はしてて、まあ、トリンドルって言ってるんですけど、個人的には。まあ先日もね、まあいろんな感じで IR 出たりとかしてるんですけど。まあ、昨日のね、レポートにもちょっと書いてあったんですけれども。で、やっぱ第3層のね、もうパイプライン。
パイプラインが2023年はね、結構まあ2本あるというところ、ネタとしてはね、豊富なんですよ。他のバイオメーカーと比べても。まあ、あとはそのね、結果待ちとかっていうのあるんですけど、直近でもね、もしかするとさらに IR 出てきそうな感じ。まあ、こういったなんかレポート、まあ、たまたまかもしれないですけど。なんかまあ、いい前兆なのかな、とも思ったりはしてるんですけど。まあ、ただね、チャート見ていただければあれなんですけれども、まあ、ちょっとね、直近の1000円というところが、一個の支持線になって、まあ、今入ってみて1000円割れば、もう損切り。上がれば、ちょっと持ち越し。そんなスタンスでも、いいかなと思ってですね。まあ、ちょっと入りやすい立ち位置なんじゃないかなと思って紹介してるクリングルトリンドルです。本当ね、ここパイプラインがね、2本あるってところは、他の場合よりもちょっとまだ、拾いやすい感じかなと思います。で、最後はね、昨日、ツイッターの方でも、まあ、リツイートとかっていう感じで流してたんですけど、デジタルホールディングス。これね、多分株価のニュースとか出てないんですよね。ただね、ここはチャット GPT の広告関連で、実はね、いつだったっけ？ 20 日かな。出してんすよ。まあ、詳しくはね、ちょっと私のツイッターのところから、ちょっと見ていただきたいんですけれども。で、株価がね、昨日全然もうほぼ無反応だったんですけど、今日ね、これ SBI とかで、歩みで見れる方は、1日の見ていただきたいんですけど、結構ね、でっかいのが入ってたんですよ、でっかいのが。なんで、私もね、すかさずちょっとね、手を入れて、難ピってんですけど、ちょっともしかするとね、もしかするとで、ここ化けてくる可能性としては、十分にあるかなっていうのと、やっぱ、まだ位置としてもね、全然、流行りやすい位置だと思うんですよね。個人的にね、この、ネタで、行くんじゃない、上に行きそうな感じもしてる。デジタルホールディングスです。まあ、もう一個追加で言うと、ジェノビア。医療関連のチャット GPT なんですけど。こっちまで火を吹いてないんで、まあ、ぼちぼちね、いいんじゃないかなと思うんですけど、まあ、直近としてはね、インフォネットが今下がってきてるんで、こっちの方に、資金移動するかもというところでね。まあ、ぜひね、ちょっと一回、ニュースとか見ていただいて、投資判断の参考になればと思っております。以上です。